皆さんこんにちは、リコです。各自治体独自の給付金が決定しています。本編では現在分かっている情報を分かりやすくお伝えしてまいります。ぜひ最後までご覧ください。今回の動画の目次はこちら。概要欄に目次を設定していますので、見たいところにスキップしていただけたらと思います。こちらのチャンネルでは様々な自治体の支援策の紹介やお金にまつわる生活に役立つ情報を配信しております。他の動画も見ていただけたらとっても嬉しいです。本編は国が定めるものではなく、各自治体が独自で行う給付金支援策の紹介となります。それでは早速本題に参りましょう。埼玉県入間市、物価やエネルギーの高騰対策として18歳以下の子供がいる世帯に対し、子供1人当たり1万5000円を支給すると発表しました。支援事業費などを盛り込んだ追加補正予算案が7日専決処分されたとのこと。市によると2023年2月中旬頃から支給を開始。市は今回の支給に合わせ、今年9月定例会で可決された妊婦に3万円を支給する妊婦応援給付金や、本年度中に19歳から21歳になる人に2万円を支給する青春応援給付金と合わせ、生まれる前から21歳までの全ての年齢に支援を行うことができるということでした。茨城県坂東市、エネルギー物価高騰と新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受ける市民を支援するため、全市民に市内加盟店舗約500店で利用可能な5000円分、高校生以下は8000円分の商品券を配布すると発表しました。商品券は今月中旬までに発送を予定。利用期間は来年2月28日までで、消費者と小売店などの事業者、換金時は上乗せ 5% の助成付き、双方を支援し、地域経済の活性化を図るとしています。このほか、妊婦応援事業では、母子健康手帳を所持する妊婦に、同商品券8000円分を配布し、来年2月1日から3月末までに手帳を交付される妊婦には同額の現金を支給するとのこと。財源には国の臨時交付金を活用し、今年度一般会計補正予算案を今月4日の定例市議会最終日に可決したとのことでした。群馬県大泉町、物価高騰の影響を受ける経済的負担が増えている家庭などを支援しようと、大泉町は全ての町民に町内の店舗で使用ができる商品券を1人当たり3000円分配布すると発表しました。暮らし応援商品券は、町内の約200店舗で利用ができる地域商品券で、対象となるのは11月1日時点で大泉町の住民基本台帳に記載されている人で、来月上旬に町民に引き換え券を送付し、中旬に商品券と交換できるよう準備を進めているとのこと。今後の動向に注視してまいりましょう。鳥取県境港市、10月31日、市長は物価高騰対策として市独自の商品券、境港応援券を発行すると発表しました。応援券は500円券が10枚綴りになっていて、11月上旬から20日頃にかけて全ての市民に配布。市内の飲食店やスーパーなど382店舗で使え、市民全員に11月3日から順次配布されるとのこと。使用期限は来年2月28日までとのことでした。境港市は新型コロナの支援として、このような市独自の経済対策をこれまで3回行ってきましたが、物価高騰対策は今回が初めてということでした。今後の動向に注視していきましょう。茨城県守谷市、物価高騰の影響を受ける市民への支援とマイナンバーカードの普及を目指し、茨城県守谷市はプレミアム付きデジタル商品券を発行するとのこと。一つ目の支援として1万円のデジタルポイントを3000円で購入できるとのこと。商品券が購入できるのはマイナンバーカードを所有し、申請期間に住民登録がある市民で、市民生活総合支援アプリモリンフォのアカウントを登録し、マイナンバーカードと連携、認証していることが条件。
子育て支援としては0歳から18歳までのマイナンバーカード取得者には1万円のポイントを付与するとしています。申請はいずれも来年1月20日までで、商品券は12月1日から販売されるとのことです。動向に注視していきましょう。ここまで各自治体の情報をお伝えしてまいりました。本日は商品券を配布する自治体が多かった印象です。現金であれば使い道が広がり何よりいいんですが、商品券だと地域で使うしか使い道がないのですが、地域活性化にもつながりますし、市民への還元にもなります。そういった経緯で商品券の自治体も多いかなと思います。ただ商品券となると少なからず発行、配布、郵送などの経費がかかるのと、使えるお店が限られていたりするので、そういった面を改善してもらえればとてもいい支援策だと思いますけどね。金額の大小はありますが、数千円でもないとあるでは大きな差があると思います。そう考えるととてもありがたいですよね。ところで昨日のご報告の動画、ご視聴してくださった皆さん、そしてブログまで見てくださった方、コメントをくださった方、本当にありがとうございました。完全にご報告だけの動画だったので、見られても視聴回数が200回ぐらいかなと、配信5分前までは内心ドキドキでした。ですが予想以上に多くの方が見てくださって、本当に本当に嬉しい限りです。コメントでも温かいお言葉をたくさんかけていただいて、これからも頑張ろうと力が湧いてきました。そんなブログでは YouTube とは少し違った内容を配信していきますので、ぜひご覧くださいね。概要欄上部に掲載しておきます。それとブログ公開しましたが、 YouTube 配信の方も変わらずしていきますので、安心してくださいね。またコロナも増えてきているようですので、皆さん気をつけていきましょう。ではでは、皆さんいつも高評価コメント本当にありがとうございます。これからも給付金やお金関連、さまざまな分野で皆様の生活のサポートができるよう頑張りますので、高評価とチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。この動画が皆さんの参考になれたらとても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。